よいしょ、早立つだるまチャンネルです。突然ですが皆さん質問です。飲食店でよく起こるクレームトップ5、これ何だと思いますか？今日はそのトップ5の中でも特に多いトップ3、これを解決する方法っていうのをお教えしたいと思います。まずはこのトップ5っていうのを発表していきたいと思います。第5位、周りでうるさいお客さんに注意をしないこと。第4位、異物混入。第3位、呼んでも来ない。第2位、接客態度が悪い。第1位、料理とドリンクの提供スピードが遅い。これが飲食店でよくあるクレームトップ5と言われてるんですけど、上3つに関してはある2つのことに気を使っていれば確実にこのクレーム減らせると思ってます。今日はその2つお教えします。繁盛店の皆さんは当たり前のようにやってることだと思うんですけど、これまだ全然できてないお店っていうのが多いです。もし飲食店のアルバイトとか社員さんとかがこの動画見てくれてるんであれば、自分ができてるのかどうなのか考えながら見てほしいなと思います。でもその2つ、机と顔です。これをよく見て注意することで3つのクレームっていうのは格段に減ってきます。まずは最初、机なんですけど、これはもう繁盛店だったら当たり前ですよ。常にラウンドしてお客さんの机の上を見とくんです。そして下げれるお皿があったら下げるし、残り少なくなってるドリンクあったら次何お飲みになりますかと一言声をかけるように心がけるだけで、上の3つっていうのはだいぶ解消されるんです。第3位の呼んでも来ないなんてありえないクレームなんですよ。呼ばれる前にドリンクもフードもお伺いするんですよ。そうすればクレームなんてほとんどありません。そして第1位の頼んだ飲み物や食事がなかなか来ないっていうのも、もしかしたら頼んだのに打ってないとかヒューマンエラーの可能性もあるわけです。なんですけど、グラスが少ない飲み物に対して何飲みますかって聞くことに注意をしていれば、もう頼みましたよって言われて確認することができたり、なかなか来てないなって思ったら催促することができたりするんです。これでも第1位第3位は机の上を見るだけで完全に解決します。2位の接客態度が悪いについても、しっかりとラウンドできていてお客さんに呼ばれる前にオーダーを聞けていれば、あまり悪いと思われることはないと思うんです。私の思う接客態度悪いは、呼ばれて態度が悪いってことが多いと思うんですよね。すいませんって言われて、はいはいみたいな人ってたまにいますけど、自分からアグレッシブに次何飲みますって聞く人に態度が悪いことってめったにないですから。なんでお客さんの机を見てラウンドして全てのことを事前に聞く、これさえしてればトップ3のクレーム全て解決できます。そして2つ目の顔ですよ。顔、皆さんは接客するとき、お客さんの顔とか目とか見てますか？ただ料理運ぶときに料理だけ見てパッて置いて帰ったりしてませんか？これ顔を見るっていうことがすごい大事で、何かクレームがある人はクレームありそうな顔してますから、目キョロキョロしてたりちょっと不自然な行動をとってるんですよ。それを見落としてるからクレームにつながるんです。例えばですけど、呼んでも店員さんが来ないとき、皆さんキョロキョロしません？同じですよ。お客さんもキョロキョロしてる人見たら自ら行きましょうよ。何かありますか？お注文ですか？聞くだけでいいんですよ。キョロキョロだけじゃないですよ。お客さんの顔とか目とかを見ていれば、事前に何かありましたかって聞けますから、おっきいクレームになりそうなことをしてしまったとしても事前にそこで対処ができるのがお客さんの顔と目を見てるからこそなんです。暇だからといってドリバとかキッチンとかで携帯いじってないですか？そんな時間があるんだったらラウンドして机を見ながらお客さんの表情をしっかり見てあげてください。机と顔がしっかりと見れるようになれば本当にクレームはなくなりますし、いい接客のお店だと判断されてリピーターにもつながってお店の売り上げも上がりますから、アルバイトの皆さんは今働いてるお店をより強くしてあげてください。店長、経営者を助けてあげてください。そして店長だったり経営者の方はアルバイトがいかに気持ちよく接客できるかオペレーションに組み込んであげれるように頑張っていただければなと思います。最後までこの動画見てくださってありがとうございます。他にも接客の動画上げてたりするんで、もしよかったらそっちの動画も見てください。
そして今日の動画いいなと思ってくれた方はぜひいいねとコメント、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もしてぜひよろしくお願いします。ではまた。